昭和20年8月6日午前8時15分米軍爆撃機エノラ・ゲイ号から投下された原爆によって広島の町は一瞬にして灰となり、多くの人々の命が奪われたのである。その原爆で広島ヤクザの要であった渡辺長次郎親分も死亡した。それにより広島の任侠会は崩壊した。広島の復興とともに新たに勢力を競い始めたヤクザ者たちにより、世に仁義なき戦いと言われた広島ヤクザ戦争が繰り返されたのである。人間の運風味がちょっとのことで変わるけね。別に死ぬのが怖いとかなんとかはないからな。あの生きよったらわしもどっかズドン打たれとるよ。梶山圭組長は殺人教唆で逮捕された。そして徳島刑務所に20年の刑で服役した。共同会森田幸吉会長は梶山圭組長の西成事件について山田久志会長を説得した。森田会長はことあるごとに山田会長を説いた。山田会長も兄弟分になっている森田会長の熱意に心を打たれ、大きな度量で自分を撃った梶山組長を許した。そして森田幸吉会長は山田久志会長を同々して徳島刑務所にいる梶山組長と特別面会をした。金網越しではあるが、山田久志会長と梶山圭組長は和解した。あの大きなやつがボクシングしようと、そこへ向けて1メーター86センチあって、足でもこんな長いの、あれでカパーンと蹴ったらやろ、タイガーを食ったらひっくり返るで、あの強さがカパーンと。その後、梶山組長は宮城刑務所に移管された。梶山組長の服役中に被護者であった森田幸吉会長は死に、もう一人の被護者である羽谷盛之組長も死んだ。梶山組長を迎えたのは完全に引退していた山口秀弘氏であった。山口秀弘氏は1年の大半東京にいた。出所した梶山組長は社会の情勢を見るため広島には帰らず、山口秀弘氏と共に東京にいた。山田久志三代目会長は昭和3年広島生まれ。若い頃は役所勤めをしていたという極道としては異色の経歴を持つ。在職中に起こした喧嘩が元で公務員を辞め、グレン隊に身を投じた。当時の異名はジャックナイフの久志。三代目の山田久志会長というのはその伝説を残されたじゃないですか、うん、襲撃された重傷を負って、はい、負った身で三代目襲名に臨んだということで、はい、私も言いました。実際は、ね、うん、どういう方だったんですか。ね、上の人にはねちょっときついけども、うん、若いもんにはねなんていうか思いやりがあるいうか、もう強制解のねためにに刑務所行ったりなんかした人には必ず毎月貯金をね出てくるまでずっと、そういうやっぱり人でしたね。その頃の広島は岡組と村上組による広島第一次抗争の真っ只中にあり、山田理事長は岡組服部武史幹部の若い衆だった。昭和29年1月10日山田理事長は広島駅前のパチンコ店で村上組組員を銃撃。この事件が第一次抗争の実質的なピリオドとなる。抗争は
岡組の戦闘力の方が勝り、終始優位だった。第三次抗争。第三次抗争は山村組が中心となって旗揚げした連合組織、共生会の内紛が発端である。第二次抗争が小休止していた昭和39年5月、広島は広島でまとまろうと山村組が呼びかけ同会発足。これは対打ち越し会、さらには山口組の動きを封じる意味もあった。山村達夫初代会長だが昭和40年6月に引退、11月に出所してきた服部武史理事長が2代目を襲名する。この服部2代目体制に反発したのが幹事長の山口秀弘組長で、山口組長は引退を表明する。山口秀組は同会を脱退し、都一会と名称を改めた。服部会長は理事長に山田久志組長を任命、副会長の一人に旧岡組の原田正三組長を加えた。これに反発したのがかつて岡組と敵対した同会顧問の村上正明組長である。その後三代目の座を視野に入れた山田理事長が連合から一本化へと組織改革を推し進めようとすると、村上組長は小原組幹部宮岡照夫組長と連携した。そして昭和44年10月、村上組組員が山田理事長との談判中に銃撃するのである。山田理事長はとっさにテーブルをひっくり返して難を逃れたが、山田理事長の配下がその報復として宮岡組長を射殺。宮岡組は親分の宮岡組長が殺されたのは村上正明組長のせいであるとして、村上組との共闘から手を引き、さらに村上組幹部がこぞって山田理事長を支援したため、村上正明組長は失墜した。昭和45年9月、第二次抗争勃発直後に逮捕された箕面幸三組長が出所する。同年6月に日の上組日の上稔組長が箕面組組員に射殺されていたこともあって、箕面組長の出所は新たな抗争の火種になると思われたが、兄弟分肌谷森幸組長の説得で箕面組長は引退を決意した。都一会竹野宏会長が山田久志理事長から杯をもらって、山田理事長の3代目は規定路線となった。ところがこれに反対する者がいた。都一会の梶山慶副会長である。梶山副会長は会長の竹野よりもかつての親分山口秀弘組長に考えが近く、三代目襲名式6日前の11月18日、大阪へ挨拶回りに出向いていた山田理事長の乗った車を梶山派が襲撃した。同乗していた原田正三副会長が死亡、山田理事長も胸部に重傷を負い、襲名式は無理と思われたが、強靭な精神力で医師立ち会いの下で指揮を強行し三代目の座についた。襲撃に使われた車が尾道共同会のものだったことから、関与が疑われた共同会はこれを否定したが、森田幸吉会長は山口秀弘組長と兄弟分であり、その義理から都一会梶山派を支援する。一方山田三代目会長の後見人を務めていた笠岡の浅野真一組長は三代目共生会を支援する。こうして
共生会の内紛に端を発した抗争は、共生会浅野組対統一会梶山派共同会となって山陽道を揺るがした。広島はやっぱり仁義なき戦いと言われるように、もう兄弟分親分入り混じってのもう なんて言うんですかね、まあ、義理とか人情とかなしに喧嘩をやってきたからね。だからもうやっぱり平和な社会というか、敵の人に迷惑をかけないようなね、まあ、一番いいんじゃないかということで、まあ下関の、合田の親分が出てこられてね、でとにかく山田を中心にとにかく一本化にして、みんな喧嘩のないようにね、で、山田を盛り立てて、いや、あの広島にも随分小さな会がありましたからね、組とか会とか、それを全部解散して山田一本にせということで、結局は、まあ統一会を解散いうことはないけども、一応山田久志を三代目にして、竹野を四代目にするから統一会を解散して一緒になれということでね、まあ一緒になったような状態なんですけどね。その時に、まあ、私の親分は山口秀弘にいて、内越し組の若い者会社を引き取った人ですが、それはもう立派な人でね、もうその人が、まあ、肩書に、になるにつれて内越し会を絶縁になってね、それで、まあ山口組と、内越会の喧嘩がものほど一緒だったんだけども、もう絶縁食っちゃったもんだから破門になっちゃってね、その時に、親父が片桐になる時にね、最後に残した言葉が、親分だけは絶対に、狙うなと、初めて思った親分だからというのを私に言い聞かせてね、で敵になったんですよ。でその後戦争が始まったらね、若いもんが私の親分を見つけてね、 4人ぐらいでね、今あの打ち越しをなんていうかね、殺せる状態にありますが、どうしますかと電話がかかってきたわけですね。それでうち の親が敵になるまでに行くから、まあ、すぐ戻ってこいと若い者にいうことで、まあ、説明をしたいな、まあ、状況なんですよね。広島ヤクザは昭和39年5月、代理戦争を教訓に、広島のことは広島でを合言葉に、内越会への新たな対抗処置として山村組が地元へ呼びかけて生まれたのが政治結社共生会の発足である。会長は山村達夫、副会長には復活した村上正明がついた。理事長が山村組若頭の服部武、幹事長に山口秀弘という夫人だった。結成披露宴は昭和39年6月29日、7団体700人でのスタートだった。そして8月31日、内越会組員が山口秀組組員を射殺。9月1日、箕面組組員らが呉市で山村組組員を刺して重傷を負わし、10月30日に同じ呉市で小原組組員が共生会参加
住吉達三組長を射殺した。翌昭和40年6月9日山村達夫が引退を表明、62歳であった。10月には2代目に服部若頭が会長に就任、理事長には8月に出所した山田久志若頭がついた。打ち越し会との手打ちが成立するのは2年後の昭和42年8月25日である。呉の海部親分の斡旋によるもので、その翌月に打ち越し信夫会長は引退、組の解散を表明。広島は共生会一本にまとまることになった。第二次抗争代理戦争の完全終結であった。しかし共生会には連合組織としての弱点があった。呉では箕面組の薮内勲若頭、小原組の宮岡組、宮岡輝夫組長らが共生会の旧山村組日の上一派と対立したままであった。そして連合体の弱点がまず反主流派との対立となって表面化していく。村上組と都一会とが小競り合いを始めた。都一会とは服部武が2代目を襲名するにあたって引退した初代幹事長山口秀弘の後を受けた組織で、対立とは県警資料に、特に村上組の勢力伸長は共生会の対立団体であった呉市小原組の幹部宮岡輝夫との結束で、共生会主流派と反目し険悪な空気になったとあるように、都一会と村上組の若い者との喧嘩などが表面化していった。そして昭和44年10月には村上組と都一会の喧嘩を収めた山田久志理事長に納得できないと、村上組組員が山田久志理事長襲撃を図る。早朝に2人が訪ね、山田理事長はテーブルを挟んで話をしたが、相手が拳銃で襲うと察してとっさにテーブルをひっくり返した。銃弾一発は発射されたが外れ、山田理事長はその男の拳銃を奪い取って殴りつけ、もう一人は山田理事長の子分が抑えた。山田理事長は共生会内部のことだからと2人を許したが、子分らは激怒した。11月、その怒りは村上組と結束した宮岡組に向けられ、宮岡輝夫組長射殺という報復事件につながる。一方の呉市では翌昭和45年6月、中通りで箕面組組員が共生会副会長になっていた日の上稔組長を射殺。そして9月、服役していた箕面組長が出所した。呉と広島が本格的に戦うとなると、一帯は再び戦場となって多くの死者が出る。そこで奔走したのが羽谷盛幸組長であった。箕面組長が潔く引退を決意したのを受けて、山田久志理事長と話をつけ、やがて2代目箕面組は矢口勲若頭が継ぐことが決定。こぼれる光はハイウェイを通るたびに優しく